吉田さんんそうですかとかなと開示まあ検索に頼る弊害とも言えるかなと思いますよね。あの私もよく思うんですけども検索したら答えが出ちゃうんですよね。だから考えるるってこととをだんだだんんん人はしなくななくろうなと思いますもちろん検索に早くたどり着いて早く結果を出したいっていうねそういったところもあると思いますけどもまあ吉田さんとかは。 自分の頭で考えて、で検索を補助的に使うっていう、この検索スキルがすごく高まった状態じゃないかなと思うんですよ。でも最初は検索を全く使わずに、すいません、会長これどういうんですかとか言って、んそれ Google で調べたんかね。このやりとりがあったと思いますけども、例えばね、Google で調べたんかって聞かれることは最もだと思うんですよ。それは調べれば誰でも同じ結果が出てきて、しかも考える必要がないことだからなんですよね。でも、多分ね、 会長はどんな女性が好きなんですかって言ったら、んそれ Google で調べたんかとは言われないと思うんですよ。だからこういったあ考えなければならない、そしてその後にたどり着かないといけない回答、要するにルートが必要な回答とね、ルートが必要でない回答ってあると思うんですよ。Google の検索を使い分けるっていうのは上手に使うっていうのはそういうことなのかなと思っちゃいましたね。で、今回は、万田銀次郎。万田銀次郎の名言ですね。 これはですね人が銭を操ったんじゃないと銭、うん、が人を操りよったんやって言葉がありますつまりこれ別のところでもあるんですよ「木村家の人々」っていうあの昔のね30年ぐらい前の映画があるんですけどもあの人間金に使われるようになっちゃ終わりですよっていう言葉があるんですよ確かにそうなんですよね月末の支払いのためにじゃあ30万いるからっていうので30万を稼ぐために仕事を選んじゃうと ま瞬間的にはしょうがないんんでですすけどもねこれ苦痛が始まるんですよなぜならそこにモチベーションっていうのは湧きにくいからなんですよ。でも好きなことをやってると好きなことだから続くできる好きなことを繰り返して長いことやってたら上手になるその結果お金が生まれるこれはどうですかね好きを仕事にするっていうのは。だから 幼い頃からずっとね、例えばバレエが好きでやってる女の子がい,ているとして、そのバレエで実績を積んできて楽しい楽しいって言ってね、で、えっ、ー、と、成人を迎えました。30になりました。バレエが仕事になりました。これなかなか苦痛を感じにくいと思うんですよ。もちろん好きなことの中にも嫌なことあると思いますけども、好きなことだから乗り越えられるっていうね、モチベーションがあれば瞬間的に嫌なことでもトータルで好きなことに変えていけると思うんですよね。でも、サラリーマンの仕事ってどうですかね多分、 仕事の内容ともかく待遇ででで選んん入社してると思うんですよねそうなってくると多分業務内容には不満を持ったりとか関わる人とうまくいかなくなったりってことが起きるんじゃないかなと思うんですよ。で昔ねマクドナルドの,その採用の仕方っていうのが面白くってバイトで何かね採用するんですよね。 でバイトでいろんな仕事を覚えてもらってお客さんと仲良くなってもらってスタッフ同士仲良くなってもらってその状態で社員に引き抜くみたいな感じをするんで入社面接とかはないんですよねで私も店舗をやってる時ってマージャン店がわかりやすいんで言いますけどもマージャン店に常連出来だした人がいるとするじゃないですかそしたらその常連の中で仕事を持ってる人と仕事を辞めた人っていうのがわかるわけですよね で仕事を辞めた人に対して辞めたらね、やっぱ羽伸ばして麻雀したくなるわけですよ。しばらくうちで働いてみるって言ったら、いいんすかみたいになるんでね。そのまんま採用とか。あとは、あの、大学生をバイトで採用して、就職先ここにするみたいな感じでそのまますんなり入ってもらうとかね。そうするとリクルートコストがかかんないわけですよ。しかも、もう顔の知れた人がスタッフ同士、お客さん同士で入ってくるわけですから、違和感もないですよね。あれ、新人さんって言われないわけなんですよ。 お、社員になったんか、みたいな感じですよね、うん。で、話を戻しますと、人がお金を使っていかないといけないのに、お金に人が使われる現象っていうのは起きるわけですよね。だからこうならないように私たちはお金を使っていかないといけない。お金を扱うためにはお金のコントローラーであるビジネスをね、扱えるといいんじゃないかなと思うんですよ。ビジネスっていうリモコンは1とか2とか3とかってボタンがあります。そのボタンを押したらお金っていうのがこうやって動いてくるわけですよね。 そうあるべきなのに、いつの間にかね、お金ってものがコントローラーを持っていて、そのコントローラーで私たちが、はい、指示になりました、出勤しましょう。で、残業開始ですとか、嫌な上司とおべっか使ってください、みたいなね。そういう風な指示を出されて、はい、月末にはお金が入ってきました、みたいなね。まあ、そんななんか、お金以下の存在になってしまうってこともあるんじゃないかなと思うんですよ。ま田銀次郎さんはいろいろと考えさせることを言いますよね。言ってらっしゃい。